最後の死に場の仕事はね、やっぱり自分が心から納得する仕事をしたいですよ。ごまかしてね、ごまかして死にたくないですよ。カンボジアの人を助けようとかいうのが一義的じゃなくて、私が嬉しいことにしたいと、それが翻って考えたらカンボジアの人の幸せだとかね、ことにつながるんだろうけど、僕カンボジアに学校を建てる募金活動をして400万円集めて、高山さんに学校を建ててもらったんですけども、その募金活動をする中でいろんなこと言われたんですよ。その中でカンボジアも大変やけど日本も大変やからなんでカンボジアのためにそんなに頑張るんっていう何人かいたんですよ。私もおった。私がやったのは、2011年に始めたわけよね、準備したわけ、そういったのに 3.11 東日本のもうむちゃくちゃになったわけ、その時にね言われましたよ。今日本がむちゃくちゃ大変なのになんでカンボジアなんですかと言われました。しかしね、その答えは言えなかったな。そりゃそうですよねと。でも私はカンボジアに行きたかったし、行きたかったというか行っとったんやけど、土地で東日本のあの日本が最悪の状態の時に、発足させたわけよね。あの年に始めたんですか、この IMCCD という団体を。タイミングがそこだったんですね。それで2003.11 でしょ、その時には準備をしよったわけよね。7月の21日に県から活動してよろしいと、NPO 法人として認可されたんですね。こう皆さんにお金頂戴しゅう文章を書けたわけよ。その時に書けるわけよね、東日本のことをまた皆さんで、助けていただきたいと思います。私もカンボジアのことをちょっとやりたいと思いますので、もし余裕があったらご協力ください、いう文章にして、出したのよ。そんなことね、出せる状態じゃなかったんだよ。そうですね、日本も大変な状況でしたからね、しかしやりたいので出したのよ。そしたらね、その一番最初の初年度の1年間の会計700万、集まっとったのよ。そんな日本が大変な状況だけれども、ありがたいですね。700万初年度ね、一番大変なところで、もうそれで十何年か経ってましたよね。で、苦しいことがいっぱいあった。あと200万しかうちの会の財産がなくなった時もありました。もう組織がもう存続が危ぶまれるような状況に何回かありました。その時の本がねありますよ。ジェーマスという団体は、まあ私が辞めたんやけど、辞めてるとやってるかって言ったんやけど、これこのままで終わってたまるか、 PHP の6月号。6月号ってだって、これ何年だ、2011年の6月。はい、ニコニコしたでしょ。はい、最悪やから、この中はもうどん底の状況ですね。でカメラ向けられたらニコニコするような、新鮮な、しょうがないですよね。カメラ向けられたらすごい笑顔ですけどね。最悪、もう最悪の時はね、もうやけくそになった方がいいな。その心の中はもう本当最悪の状態ですか。最悪で最悪の顔をしたいよ、したいけどね、やけくそでね、もう最高の笑顔をしとった方がいい。私はそういうつもりで笑顔したわけではないわけよ、その頃はいろいろメディアとかね、カメラ向けられることがあったので、カメラ向けられたら自動的にね、青みたいにニコニコする顔になっとったわけだ。わかる、最悪。ヒューマンドキュメント、そんな裏話があったんですね。このままで終わってたまるか、これはね、私が言ったんじゃなくて、これ小原田康久いう作家の人が、この人が取材をして、文章を書いたんですね、この内容を。それで
まさに私の気持ちはこのままで終わってたまるかと、うん、前の団体に負けてたまるかと、ということで出たんやからね、はい、負け犬になりたくなかったから、はい、そのうち見とけと、もう最悪の悲しさもあったけど、もうムラムラ燃える気持ちと、もう両方だったっけ、これ、はい、まあ、東京でね、その前の団体からなんで出たんですか。いや、それはまあ、それはもう全部コンセプトが違ったやからね。ああ、本当の地域復興支援の活動になってないとかいう思いでもう出たんですね。そうそう、何のために、うん、何のためにが前の団体はなかったんですよ。ただ淡々と地雷の処理をしてるような。いやいや、もう淡々というかね、はい、何のためにそうかっていう、それがなかったわけよ。で、私がそこと組んだのは自衛官の人たちやったからね。我々自衛官として軍事のことを学んだ、うん、経験した、うん、それを平和構築に生かそうというふうなキャッチフレーズで言われたから、うん、望むところだと思って入ったけども、はい、うん、現実はそうじゃなかったわけよ。あ、やれば本質とちょっと違うと。違う。だからそれで自分でやっちゃうっていうのがすごいですね。いやいや、やらざるを得ないじゃない。そこを出らざるを得ないじゃない。我慢してなんかもうその定年になって55歳でしょ、それから入ったでしょ、それから何年か経ってたわけね。そしたらあと余命というか死ぬまでの年数っていうのもある程度決まるじゃん、はい、最後の死に場の仕事にする、それせんでしょ。そうですね、死に場の仕事はね、やっぱり自分が心から納得する仕事をしたいですよ。うん、ごまかしてね、ごまかして死にたくないですよ。どうせ向こう行くわけや、はい、その時にね、ごまかしてサンズの顔を渡りたくない。もう堂々とサンズの顔を渡りたいと。こういったら選ぶの分かるやん。自分を信じることをやりたいと思ったのが、この今の IOCCD ですわ。それにみんなついてきてもらったので今があるんやけどね。自分がやったわけではない。そういう思いはあったよ。しかし、協力してもらった人が5万とあったので今があるわけですよ。あんなもん私みたいなもんできるわけない。思いはあってもね、うん、私東大寺のお坊さんにもなったし なそうですね、お坊さんなんですよ ね、うん、ね、いやー、サンズの顔を渡るのは一つの楽しみやで。うん、あの湯行ったらどんな世界に行きますからね。そう、もうね、ワクワクしてる間違いなく地獄じゃないとは思いますけどねいやね、それを、はい、それは生きてる時に決まると思うよ。自分をごまかして生きていたら、うん、3人の顔をね、ワクワクしては渡れんぞ。確かにそうです ね、お金なんぼも取ったって意味ないですからね。あの世行ったら、ね、はい、天国行かしてくれ言うたっていけんですから ねそれはね、生きてるうちの生き様そのものだと思うんだよ。確かにそうですね、自分に嘘ついてごまかしては生きたくないですよね。生きたくない。ちょっとあのチラッと見えたんですけど、うん、あの高山さんの今言われてる生き様っていうのは、うんうん、これなんですかそうこれやね、これなんですか。命もいらず名もいらず官位も金もいらぬ人は始末に困るものなり、この始末に困る人ならでは観難、非常に難しいことね、はい、観難を共にして国家の大業は成し得られるなりと西郷隆盛さんが、はー、これは西郷さんが坂本龍馬を表していった本当に有名な言葉やな。うん、まあ、なかなかこういう人はなれないと思うよ。命もいらぬ いるしね、はい、いりますよね。何もいるしね。いや、もう欲しいですよ。官位中な、まあ一つのね、はい、地位とか名誉とか、欲しいですよね。金はいりますよね。欲しいですよね。何もあっても4つ全部いるよな。はい、いります。しかし坂本龍馬っていうのはこれいらんちゅうたのよ、はい、始末に困るなり。最後高森がやな、坂本龍馬は羨ましがったと思うよね。こんな人に私もなりたいと思ったと思うよ、うん、だからこういうこと、うんうん、始末に困る。あ、そういう人でなければ観難を共にして国家の大業は成し得られぬなり、うんうんうん、
なるほどですね。私これに近づきたいよ。そういう思いでされてるんですね。うん、ね、こう自分で書かれてここに貼り付けてるんですね。うんうん、なるほどですね。うん、金もいるよ。な、はい、いりますね。いるので一人ね、はい、頂戴で行くわけやから。はい、はいはい、そうですね。うん、まあ何もいるよな、うん、地雷処理の活動する上で、うん、やっぱり命もすごい天秤にかけられますよね、うん、だからよくチャンネル登録いいね高評価ぜひお願いいたしますありがとうございます、はい、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします、はい、やってください、はい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。